どうも、ワイ君です、僕は26歳で仕事を辞めてベトナムに行く大学の新入生です。今日はですね、いよいよベトナムに向かいます。それでですね、こんな感じで荷物1個だけかと思いきや、2つある感じでめちゃくちゃ重い大きな荷物になってます。今朝の7時ぐらいなんですけど、すごいたくさんの人が出勤というか出張ですかね、国内線の方に向かってます。僕もですね、名古屋から国際線に乗るのではなくてですね、JAL で名古屋から成田で、その後成田からハノイに行くという順番で今日はお送りします。まずはですね、チェックイン済まして、国内線のラウンジの方でちょっと時間潰して、飛行機に乗っていこうと思います。セントレアの国内線ラウンジは JAL と ANA の共同です。何があるわけでもないので、コーラだけ飲んでさっさと搭乗に向かいます。今回乗る飛行機が見えていますね。小さめの飛行機です。本日の天気は快晴。揺れることなく飛んでくれました。ここは静岡に入ったあたりでしょうか？そう思ったら1時間もしないうちにもう成田です。こちらはベトナムのバンブーエア。値段が安いので一度乗ってみたいです。今からですね、国内線から、国際線に乗り継ぎまして、ラウンジでご飯食べていこうかなと思います。 JAL のラウンジなんですけど、出国エリアのすぐそばにあります。で、ここはビジネスクラス用の桜ラウンジとファーストクラス用のファーストクラスラウンジがあるんですけど、今回僕特に何の特別なものもないので、 JGC の普通の桜ラウンジとなります。スタッフ桜ラウンジの食事が2時からなので、10時半からならファーストクラスラウンジを使っていいですよ。はぁ？では遠慮なく使わせてもらいます。入るとまず5000円以上のシャンパンが飲み放題。他にもビジネスクラスより充実したお酒たち。残念ながら尺の都合でラウンジ動画は別であげます。毎日投稿の予定ですので、早めに出しますね。チャンネル登録してお待ちください。では国際線に搭乗しに行きます。これが今回の飛行機。JGC の優先搭乗で入ります。アメニティはシーツと枕。隣は空席だったので助かりました。注意暗くて何も見えないですが、離陸しています。機内エンタメを確認。定番のフライトマップは高画質で見やすい。お次はゲーム。高 IQ 向けゲームしかないようです。ということで第3キッズ向けゲームに活路を見出します。麻雀がなくなっただけでした。気を取り直してビデオに。こちらは文句なく充実の内容。ちなみにワイ君はスターウォーズを見てました。フォード VS フェラーリも面白そうです。続いてはお楽しみの食事。スパイシーチキンライス的なのを注文。前菜やサラダも充実してます。ちなみにもう一つは牛肉の何かでした。ここで嬉しいのがアイスにハーゲンダッツ。味はバニラで、美味しくいただきました。離陸から5時間後、いよいよ着陸です。わかってましたが何も見えずすみません。飛行機を見る際に格差を見せられました。無事、ノイバイ国際空港に到着しました。この後ですけど、荷物預けたものを受け取りまして、で、入国の審査を受けて、その後タクシーに乗ってホテル行くという流れになります。はい、無事入国できました。もうベトナムは PCR 検査もいりませんし、陰性証明もいりませんし、ワクチンの接種証明もなしで入ることができました。なので、完全にコロナ前と一緒の状況です。で、観光客の場合、確か15日間までやったらビザなしで入ることができます。ぜひ皆さん来てほしいと思います。タクシーは27組の道のりで55万ベトナムドン。
入国直後の店舗で契約しましたが、適正価格なので安心してください。スーパーホテルキャンドルの部屋の中に入ってきました。とりあえずもう今、日本時間の1時20分、ベトナム時間の11時20分ということでめちゃくちゃ眠いので、パッと紹介して、外の景色暗くて見えないんで明日の朝紹介しようと思います。景色撮り忘れました。非常に余裕のあるスペースがありまして、なかなかいい感じですよね。普通の日本のスーパーホテルよりもかなり豪華ですね。全体的に豪華です。そしてここのホテルすごいと思ったのが、もちろんベトナムなんでベトナムのチャンネル映るんですけど、テレビでですね、日本のチャンネルがこれ15個あるみたいですね。テレビ東京、テレビ朝日、日本テレビ、フジテレビ、いろいろ映るようです。じゃあちょっとお風呂の方を見ていきましょうか。はい。トイレはすごいですね。ベトナムですけど、ウォシュレットがついてます。で、トイレと風呂は同じとこにあるんですけど、一応バスタブはあって、で、シャンプーとリンスですかね。ちょっと遠くて見えないんですけど、あります。まあ、大体こんな感じですかね。で、紹介しきれてないのは、あと、明日の朝なんですけど、朝ごはん無料でついてますんで、そこも紹介していこうと思います。あとは、こんな感じで、部屋の中で飲めるものもあるんですけど、もちろん有料なんですけど、値段はこんな感じになってます。セブンアップとかソフトドリンクのこの缶で、まあ、結構しますよね。4万ベトナムドンなんで220円ぐらいするんで、あんまり飲みたくはないですね。はい、こんな感じでした。この宿は本家スーパーホテルの多くがそうであるように、朝食が無料でついてきます。デザートや前菜だけでも相当な種類がありました。日本食もちらほらあり、日本人にはありがたいです。ちなみに、一部のスタッフは日本語が喋れます。言語に不安のある方も安心して泊まってください。こちらではオムレツやフォーを注文可能。オムレツを作ってもらいました。それでは食べていきましょう。メインにはトンカツなんかもありました。以前連泊した際はメニューが微妙に違い、サンマなどの焼き魚がある日もありました。トンカツをパクリ。こちらはフォーガー、鶏肉のフォーです。美味しそうなのでたくさん取りました。今プールに来ました。プールはですね、室内にありまして、多分これ温水プールかなと思います。深さとか広さとかはそこまでないんですけど、まあ普通に使う分にはいいかなと思います。はい、プールの隣にありますジムに来ました。ジムはこのペダル漕ぐ系のやつと、これなんていうかわかんないですけど、よくフィットネスジムにもあるような感じのやつ。で、あとランニングマシーン。で、あとこれなんて言うんでしたっけ、持ち上げる系のやつ。ダンベルですね。で、なんかこれ的なものがありました。最後にホテルの外観を見てみましょう。4つ星ホテルだけあって立派ですね。ベトナム感あり。今後毎日投稿しますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。